おさつまじこりです。というわけでですね、もうめちゃくちゃ遅れましたけどね、まあ今年一発目の動画になります。皆様ね、今年もよろしくお願いします。ということでね、今回も早速やっていきたいと思うんですけど もう今回もかなりね、謎なミリタリーアイテムご紹介していきたいと思います。それがこちらになります。1940年代アメリカ陸軍のハテナトラウザーズというね感じになってます。もうこれに関してはですね、情報が本当に全くないんですよね。もう完全なる謎のトラウザーズになってます。まあそんな情報ないんだったらこれ本当に軍物なのっていうね、まあ意見もあると思うんですけども、まあちょっとね、その根拠的なものはね、後ほどちょっとご紹介していきたいと思います。それでは早速ね、行ってみましょう。はい、というわけで履いてみるとこんな感じです。まあなんかカーゴパンツっていう感じで、まあ80年くらい前の服ですけどね、割とまあ普通に着られるかなとは思います。ではポイントとしては、ここのお尻とかこの太もものあたりが超ゆとりがあるんですよね。もうダボダボのシルエットになってて、でもこのね、裾先に行くにつれてめちゃくちゃ急激にテーパードがかかります。これがね、一つ特徴として面白いですね。この辺ゆるゆるだけど、この辺から結構キュッとねきつくなるっていう、この謎のテーパードがかかるんですよね。これはおそらくまあ山岳部隊用の服っていうところで考えると、こう山登りとかで膝をこうかなりこう使ってね、山を登ると思うんですよ。なんでここのね、可動域はかなり意識されてて、でここはね、まあ、風が入らないようにキュッと締まってるっていうのとか、あとはこのね、ブーツから、ズボンがはみ出さないようにするために、まあちょっとこうテーパードがキュッとかかってるのがまあね、あるのかなっていうふうに思いますね。結構ね、一癖あって面白いかなと思いますね。というわけで履いてみるとこんな感じでした。というわけでディティール紹介、これねやっていきたいと思います。まあ一番上このね、樹脂ボタンですね。まあ第二次世界大戦時にアメリカ陸軍で使われていたこの樹脂ボタンが使われてますね。まあこんな感じで前のボタンは5つになってますね。でこの服の特徴の一つとして、これねガスフラップになってるんですよね。これ対毒ガス用のね、毒ガス攻撃をもう防ぐためのこう作りなんですね。ここがちょっと長くなってて、ここのボタン止めでね、これ止めてこうなんか毒ガスを遮断するみたいな感じです。まあ本当気持ち程度のもんなんですけど、一応こういうね、もう戦争で毒ガス戦を想定した作りがこうされてるんですよね。これが本当面白いです。で裾はこうやってね、このゴムのなんかバンドみたいなのがついてるんですよね。これは多分足にこうつけることによってズボンがこう脱げるのを防ぐためのものですかね。これアメリカ軍の山岳部隊用のね、トラウザーズっていうのもこれ使われてる作りになってます。ただこれはね、正規採用されたもの黒なんですけど、これなぜか白色になってますね。これはちょっと面白いですね。まあ、ちょっと横にしてみると、こうでっかいカーゴポケットついてるの分かりますかね。これですね、このカーゴポケットがまあ一つ特徴になってます。これは正規採用された山岳部隊用のトラウザーズについてるね、カーゴポケットと同じものになります。このボタンのこう斜めにこうね、ボタンホールがついてる感じとか、使われてるボタンとか、このねカーゴポケットの仕立てというか作り自体も、これは山岳部隊用のものとね同様のものになってます。で後ろから見るとこんな感じで、で後ろ側にポケットないんですよ。でっかいカーゴポケット2つがバーンってついてて、後ろのポケットないです。でもっと言うと、ここねアジャスターがついてるんですよね。これがめちゃくちゃ面白いんですよ。山岳部隊用のやつはね、こうアジャスターついてないんですけどもね。で生地はね、コットンサテンの生地になってます。コットンサテンで、色はちょっとこうなんて言うんだろうな、若干緑みの強いオリーブカラーになってますね。これもあの正規採用された山岳部隊のものとね同じ生地になってます。本当にこれタグ残ってんのこれだけなんですよね。もう本当にタグとかスタンプのタグこれだけ でウエストが33インチで、インシーム股下が33インチっていうことしか分かりません。もう本当にこれ謎ですね。というわけでディティール紹介はこんな感じになります。はい、というわけでね、1940年代アメリカ陸軍のハテナトラウザーズのご紹介でした。ディティールをね、見ていったんですけども、なんかそれだとパッとしないっすよね。その山岳部隊の本来のトラウザーズってじゃあ何なのって話になるんですよね。ちょっとね、この本見ながらね、解説していきたいと思います。この本ですね、これ見えますかね、ユニフォームズオブザ US アーミーグランドフォーシーズ、1939から1945っていうね、本になります。これ結構いろんなシリーズになってて、まあ、そのうちのね一冊になります。でそのうちのこのページっすね、ちょっと見えづらいっすね。なんかもうそもそも写真がちょっと暗くてよくわかんないんですけど、まあこんな感じで、これが本来のね、山岳部隊のトラウザーズのまあディティールとかはこうやって書いてあるわけですね。まあこんな感じでちょっと写真付きで紹介されてるわけなんですけども、なんかちょっと雰囲気違いますよね、この感じ見るとね。まずこのジッパーがねないっすよね。ジッパーのポケットないし、後ろのポケットもないんですよ。でこのカーゴポケットしかないっていうのが、まあ今回の謎トラウザーズの特徴で、さらに言うとここのね上のボタンもこれね2つじゃなくて1つになってるっていうところですね。でさらに言うと、さっき言ったアジャスターもついてない
ないっすよね、これだとね。もう全然違うものだっていうのが分かると思います。ただ生地は同じで、このカーゴポケットもね、同じものなんですよね。だからおそらく軍物なんじゃねえかなっていうところなんですよね。っていうね、ちょっとね、三角部隊のトラウザーズに似てるところはあるし、同じものもあるんですけども、節々にね、これ違くないみたいなところがあるわけですね。で、さっきちょっとガスフラップをね、ご紹介したと思うんですけども、ガスフラップのね、用途としては、毒ガス攻撃から身を守るためのものなんですよね。故にガスフラップっていう風に呼ばれてるんですけどね。で、この、毒ガス攻撃ですよ。毒ガスで攻撃される場面って、当時の1940年代で、この毒ガス攻撃を想定して作る場面って、もう戦争しかないわけなんですよ。なんかこう、同じようなディティールのものだと、本当にスキーの民間用のものか、まあ、あるいはね、ボーイスカウト系でもそういうのがあるのかなって思われがちなんですけども、でもこのガスフラップがあるっていうことがめちゃくちゃポイントなんですよね。もう毒ガス攻撃される場面って、もう本当戦争かテロしかないじゃないですか。で、テロのために作る服ってまだ当時はね、ないんですよ。テロリズムっていうのは戦後のこの冷戦のね、まあ歴史の中からこうどんどんこう上がっていったもので、まあまだね、その冷戦が始まる前の時代なんで、この時代ってなるともう戦争しかないというね、もう完全にミリタリーの服っていうのがこのガスフラップ1個とってもわかるわけなんですよね。ただこうさっきの本ね、こう見ていくとね、ガスフラップのディテールどこにもないんですよね。もうこういう感じで。もうこれガスフラップじゃないし、これみたいな。だからこれやっぱ違うんですよね。これね、この本の、本当に載ってる本来の三角部隊のトラウザーズとはね、もう全然違うものっていうのがわかると思います。なんかどっちかっていうと、1943年ぐらいから採用されたね、M43 ヘリンボンツイルのトラウザーズに結構似てるディテールなんですよね。ガスフラップもあるし、さっきのね、アジャスターもついてるし、ポケットはもうこのね、カーゴポケットだけだし、っていうところがね、もうM43 のね、ヘリンボンツイルトラウザーズに酷似してます。ただ、裾先のこのね、ゴムですよ。このビヨンビヨンのゴムは、これは三角部隊のディティールなんですよね。もうこういうところがマジで面白くて、これ何のために作られたのっていうね、なんか試験開発用のものなのかもわからない。テストサンプルかもわからないし、限定的に軍で採用された正規品かもわからないんですよね。まあ、ただ、この民間ものともちょっと考えづらいなっていう、1940年頃ってあんまり民間もののね、これトラウザーズっていうのはあんま出てない時期なんですよね。1960年代とかに入ってくるとタイガーストライプとかね、まあベオガムの、まあ、服をはじめとするこう民間物っていっぱい出てくるんですけど、この1940年代第二次世界大戦期で、まあこういうね、もうちゃんとした軍で使われてたこの三角部隊の生地を使って、ポケットも同じものを使って、でこの仕立てで、民間物とかね、まあオーダーメイド物が出るっていうのはなかなかないんですよね。だからこれはおそらく正規採用された軍物っていうね、予測がつくんですけども、ただね、ほんと情報がなんもないんですよね。っていうことで、この第10山岳師団がね、使用したと思われるマウンテントラウザーズ。それにすごい酷似しながらも、ちょっと違うところも結構ある。本当に謎の軍物なんですけどもね。これが白日の元にさらされてね、これ知ってるよっていう情報が出てくるのは一体いつになるのかって感じですけどね。まあ、僕自身もね、こういろいろ調べて話聞いたりとかして、ちょっとこの服についての情報はね、少しずつでも集めていって、皆様にね、もうこの服ですっていう風にね、ちゃんとした情報をお届けできるようにね、まあいろいろ調べていこうかなと思うんですけども、まあちょっとこれね、正体が分かる日が来るのが待ち遠しいです。まあ、やっぱりね、1940年代とかね、なってくると、こう、謎のね、服っていうのが結構いろいろ出てくるんで、そういうところもね、ほんとヴィンテージミリタリーの奥深さをね、知ることができますね。というわけでね、今回はこんな感じになります。古着ヴィンテージ好きな方、ぜひチャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それでは。Find me, find me, never know what happens.See my life.